ララジオネームフランチェスコさん私は今大学3年生ですとテレビ業界で働きたいと思っとるんですがテレビに未来がありますか就職して定年まで働くとしたら40年以上働くことになりますと40年後もテレビはあるでしょうかという重いなこれ難しいですね40年後にテレビがあるのかって じゃあ 40, 40年後に日本の政治はどうなってるのかみたいなそれぐらいななんか重いなこれ難しいですけどね、これはんやる前から見ようとする未来よりもやりながら見る未,未来の方がリアルかなとは思いますけどもね40年後なんてどうなるかわからんし知らんけど働きたいなら今自分がどういう気持ちなのか純粋に自分に正直になった方がいいと思いますけどねこの人は何をしたいか知らないですよ業界で面白いこと。 を作る一番になりたいのか、ドキュメンタリーや報道したいとか、僕は純粋ですけど、一番この世界で面白いって、あなたがこのタイミングでこの世界に入ろうとしてる頃には思ってましたけどもね、例えばなんか前も言いましたけど、なんかビ,ルビルが建つのは基礎があって土台があるからマンションが建つんですよね、でもそれより先にここにビルが建てばいいな、ビルを建ててやろうみたいな夢あるじゃないですか、お笑いで日本一になってやろうみたいな。 あなたもテレビ業界で働きたいという夢があるなら、この先のテレビとか悲観せずに、こうなりたいとか、勉強して基礎を作って土台を作る、で売れっ子のテレビマンになって立派なマンション作ったらいいじゃないですかね、皆さん。と思いますけどね、意外と悩みなんて、あのー、解決できますからね、あのー、解決できない問題なんて、りかからないですよ、うん、ただ言えるのは、その業界を目指して10年後、20年後辞めたい、どうしようと思っても、その自分の好きな場所にはいてほしいですね。 あえて嫌いな仕事にはそこに行かず、好きな場所で働いてほしいと思います。はい。いや、いいアドバイスじゃないでしょうか。はい。次行きましょう。こんな感じで大丈夫ですかね。